続いて、はい、こちらのコーナーに入りたいと思います。はい、来た。夜までみんなでグーの名場面を振り返るコーナーです。わー、嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない。なんかね、いろいろあったよね、ドッキリ。そうなんですよ。そうそう。ドッキリとか、ドッキリとか、裁判とか、裁判とか、アワードとか。アワードとか、アワードとか。キャンターだって頑張って生きてるんですよ。茶番、茶番とか。そうそうそう。茶番とか。はい。というわけで、そんな大々茶番の中から特に面白かったシーンを振り返ってみましょう。大々茶番って何？ VTR お願いしまーす。スタート！えい！ほう。すいません、今日はお時間いただいて、実はパルニアスともいろいろ相談して、今日は結吉のことでご相談があって来ました。実は以前結吉からバースデーソングを我々いただいて、それが本当になんていうかすごく嬉しくて、やっぱりこの感謝の気持ちをなんとか優吉に、いや吉田優里さんに伝えたいなと思って、今日はそのお礼を考えたいと思ってここに来ました。優吉とはアフレコが終わった後に帰り道でもたくさんお互いに作品に対して思ったことを話したり、その後ご飯に行ってもっと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 愛してもらえる作品になるようにいっぱい相談していっぱい本当にたくさん支え合ってきました。ニコ生とかでだってわーって茶碗やったりするのも楽しくて、でもやっぱりニコ生が毎回あんなに面白いのも、真白があんなに魅力的にだったのも、ユキチが毎日努力してるからだし、私はそんな諭吉見てもっと頑張ろうって思ったり、諭吉はそんな私を見てもっと頑張ろうって思ってくれたりして、本当にいい関係だったなって思ってます。まあ前提として諭吉は生きてるんですけど、そうですね、私はニコ生の初回からあだ名がカッターになったり、ことあるごとに気持ち悪いって言われたり、そんなこともあるんですけど、本当にそれは彼女の照れ隠しもあったり、本当に諭吉は素直で笑顔が可愛いいい子で、もう私たちを好いてくれているのも本当によく分かって、そんな本当に太陽みたいな彼女に、私たち二人で何か感謝の気持ちを伝えたいと思っています。参りました。ちょっとね、長かったから前半パート終了って感じです。イエイ、ドッキリ大成功。大丈夫ですか？あれ、すげー泣いてるあのね、実はパルニャスガチ泣きだったんですよ。あれ、隣で超泣いてると思ってびっくりだったんだよね。でもこっからが本番なんで。はいはい。はいはい、なんでしょう。泣かせたいんですか？笑わせたいんですか？どちらですか？どっちも。はい、というわけで。吉田死んだみたいになってたじゃないですか。それパリなので、そんなつもりないですから。そんなつもりなかったんだけど、なんかそんな感じになっちゃったみたいで、どうして？こっから
ごいから、ちゃんと見てて。わかった。というわけで皆さんも見てください。それでは後半 VTR、お願いします。マジで。まあまあ、まあ、飲んでください、先輩。あ、ありがとう。ぐぐっと、ぐぐっと。あ、ぐぐっといっちゃってください。どうします？はあ、先輩？ゆきちに。はい。感謝を。はい。感謝を伝えたいの。はいよ。まだこれしか飲んでねえよ。はい。感謝伝えたいの。どうやって届くの？え、酔ってるんですか？酔ってないよ。あ、先輩おつまみもあるんで、よかったらタケノコ。タケノコ。こぼしてるし。惑星あげたい。惑星？持てないんで、持てないものはちょっとあれかなみたいなよ。島。持てねえじゃん。だから持てねえって言ってんじゃん。島旅行券2年分。2年もゆうきち隔離すんの？我々が気軽にあげれて、ゆうきちが喜んでくれるものがいいかなって思ってるんですよ。少ねえ。少ねえ。私こっち派だけど、ゆうきちこっち派。そうですね。私もこっち派です。で？手作りのぬいぐるみ作れるんですか？なんで言った？二人で頑張る。作ったことないです。ダメだなすいません、すいません先輩。先輩飲みすぎじゃないですか？大丈夫ですか先輩？あ、だったら、なんすか？お前何がいいんだよ。私ですか？うん。そうだなぁ。動画とかどうすか？いいね。いいですよね。うん。宇宙撮る。だから惑星から離れろよ。じゃあ何撮るの？やっぱここは、声優らしく、なんか声優っぽい、我々っぽいことの方がいいんじゃないですか？声優、ほら、ゆうきちもだって歌にムービーに行ってくれたじゃないですか。うん。それでは聞いてください、ゆうきち的にセンセーション。センスどこから来る
がとっても好き。まるで真夏の太陽みたいに、ずっと笑顔でいてね。ゆうきじてきセンセーション、まちろちゃんはなんだ、ゆうきじだよね。謎のチョッパー始まる、それ誰が止めるの。お祝いの歌ありがとう、あれでおめでとう、終わりいけない、うっりもかわいい、そのまま伸びるかいってゆうか、ゆうきちに会えてよかった、もらった手紙感動したよ、いつも本当にありがとうよ、ずっと友達。ゆうきちセンセーション、食べると喋らない、恐ろしい時々おかしくなって